皆様おはようございます。はい、本当にちょっとお忙しいところ、それからちょっと悪天候のところお集まりいただきましてありがとうございます。そして私はただいまです。自己紹介、先ほどありましたように、猪苗代の学校を退職した後、JICAのシニアボランティアということで、2年間アディショナルバブルというところに行かせていただきました。でも本当に今ちょうどこういう桜とチューリップが一緒に咲くこの季節、2年間ですね、猪苗代で過ごさせていただいて、実は生まれは愛媛若松なんですね。で、いつも万代山を見ながら育っていました。そして猪苗代での本当に2年間猪苗代の北前にあるアパートに住んでおりまして、時々ベニマルで買い物をしたり、隣のカフェリーナでヨガを習ったりしてたので、お会いしている方がいるかと思います。学校でもひまわりプロジェクトでひまわりを咲かせたりして、みんなと楽しく遊んでもらってました。今までの経緯ということで簡単に ご説明していただいたので、ここは割愛させていただきますけれども、知的障害者の方のバスケットボールクラブを作りまして、今全日本の実は副会長ということで、年齢が高いだけで名前が付けられているような状態ですけれども、世界選手権に3回ぐらい参加させてもらいました。で、今福島県でも県の各チームが6つぐらいありまして、県の選抜チームを作って、今度5月の県大会の後、東北北海道ブロックで優勝を目指しています。優勝をすると全国大会に行けるということで、頑張っています。それと、バスケットまではできないけれども、毎週ちょっと特に働くと運動不足になってしまって、運動の機会が欲しいということで、月2回、福島ヨガ学校の体育館をお借りしてですね、運動をするっていう、みんなと一緒に運動をするスポーツクラブを指導しています。で、現在はそのエルサルバドルから帰ってきて、去年の4月に私が太田荘でお世話になった穴澤由美校長先生からですね、原さん、いいところに帰ってきたわっていうことで、今日は社長も来てるんですけども、放課後デイサービス結びの児童指導員として孫のように子どもたちと遊ばせてもらってます。じゃあなんで特別支援学校の校長を退職した後にですね、こういう海外に行ったかっていうことなんですけれども、実は7年前のやはり 3.11 で、当時大澤総の教頭をしていた時にやはりブラックアウトをして、本当に多くの方が亡くなられ、多くの方がやはり大澤総の生徒さんもいろんなところに避難されていきました。そして本当に学校が再開できるのかなっていう時にですね、バスケの仲間からも全国から声かけて支援物資が届いたり、まさ元気かって確認してもらったりと同時に、本当に途上国と言われる国からも170カ国から日本にいろんな支援が来たんですね。で、その後、その後、1年間大澤荘でその復興活動をした後、猪苗代に来たんですけれども、ちょうど私が退職する直前にですね、その若いバスケットの仲間が急死いたしました。で、本当にそれで自分として感じたことは、本当に命っていうのはいつ亡くなるかわからないし、逆にその亡くなった方の代わりに私は生かされてるんだっていうのをすごく感じたんですね。それからやりたいことはもっと先とか何からやってからとかっていうことじゃなくて、やっぱり今やりたいことは今やらなきゃならない。で、今を大事に、次どうしてもこう忙しいとこう今にゆっくり疲れないっていうか、そういうのをすごく感じていて、やっぱりやりたいことは今やらなきゃならないっていうのをすごく感じました。それと、いろんなやっぱりつながりの大事さっていうのをすごく感じさせてもらって、本当にご近所であったり、うちなんかは本当に留守がちで、6月の福島市の
大掃除の時に顔を出すと、あら原さんに来てたのねみたいなぐらいに、朝早く夜遅く帰ってくるもんですから、あでもやっぱり本当にその震災の時に隣近所でやっぱ助け合うっていうか、そういうことが今更ながらにこう感じたわけですよね。ですからやっぱりこう声を掛け合えるっていう近所付き合いを大事にしなくちゃなと思って、じゃあ今自分ができることは何のかって言った時に、もう昔からこういうボランティアがしたかったとか海外に行きたかったとか全くなかったんですけども、もっと浮上したのがちょうどこの深夜の海外ボランティアっていうことだったんですね。で、まあ娘たち3人も独立しているし、両親も無事だということで、じゃあ海外に行くなら今しかないだろうということで応募しました。まあ、どこに行ったのっていうと、先ほどもありましたけれども、その中米の中にあるエルサルバドルという、初めて聞かれる方もいらっしゃると思うんですけれども、本当に有名なガテマとか、そうですね、メキシコとかキューバとかってご存知だと思いますけれども、カリブ海に面していない、唯一の中米の国ということで、九州の半分ぐらいの小さなところです。国の名前は、スペイン語でエルサルバドルの救世主という意味がございまして、こんなトゥクトゥクという元オートバイのですね、オートバイのタクシーが走っているところです。まあ、どんな国かというと、飛行機で直便がなくてですね、必ずアメリカとかメキシコとかを経由して、まあ、20時間かかります。そして時差は15時間で、大きさはまあ九州の半分で、600万人ぐらいで、そのうち250万人がアメリカに出稼ぎに行ってドルを稼いで帰ってくると。で、今トランプがその壁を作るとか移民をすごくこう締め出そうとしているので、ビクビクしながら、出るというところです。で、地震とか噴火とかやはり台風も非常に多くて、それから実はJICA の中米で一番最初に派遣されたのがエルサルバドルで、当時体育の先生とかたくさん、もう50人60人って言ってた時代があったんですけれども、この内戦、政府に反対する、政府がかなり強硬策でやっていたのに反対した、ゲリラたちとの内戦が非常に続きまして、これで産業がズタズタになってしまいました。で、まあ、公用語はスペイン領、長いことスペイン領だったのでスペイン語です。そしてほとんどの方がキリスト教です。主要産業は、まあ衣類も作ってたんですけども、今はコーヒー、それから綿花、サトウキビが主要な産業です。で、まあ、一番有名なのはついさっきちょっと新聞に特集されたので、すごいところに行ってきたのねって改めて声をかけてくださった方がいるんですけれども、10万人あたりの、殺人、殺される人の数が世界ワーストワンです。今108人ぐらい殺されています。でも私がずっと2年間過ごしてみて、これだけ悲惨な状況の中にありながらですね、非常に、まあ、今日のテーマとすごくリンクするところがあるんですけれども、家族や親戚で友人との交際をすごく大事にしていて、本当にお互いの近所にも親戚がいっぱい住んでいて、子供を預かったりおばあちゃんの具合を見に行ったりとか、すごく助け合っています。それからものすごく今を大事に、陽気、やはりラテン系ですからね、陽気に本当に生活しているっていうのをものすごく感じてきました。だから その中で自分が忙しくて大事に忘れてしまっていたようなものを思い出させてくれるっていうのがいらっしゃる。まあ、どんなものを食べているのっていうのか、これで長く喋っているとあれですが、メキシコで有名なトルティーヤが主食で、トウモロコシとかそういうもので作ったもので、もご飯も付け合わせに出てくるというところです。生のを食べています。それからさっき言ったようにどんなところに住んでたのかっていうと、私はここの家を借りて、ジャイカは40歳以上の人に家を一軒提供するんですけれども、今度は4メーターの壁に電気の走っている螺旋、バラ線ですね、バラ線がある家、塀に囲まれたところに住んでいました。で、道路は
実は福島や猪苗代よりもでかいところ、あのサンミゲルというところは、2車線、ものすごくと車の台数の多いところです。障害のある方や車椅子で歩いている方はほとんど見られないぐらい車がバンバン走っていて、横断歩道もろくろく安心して渡れないようなすごいところでした。それからここはうち の, あの中庭に、もうこういうあのハンモックにこうゴロゴロっとして、進んでいるっていうのがどの家にもこれがありましてですね、行ったりしてもするっていう、それからただゴミが、中米もそうですけども、アジアもそうですけど、ゴミがすごくてですね、一気に浮きと換気しかないので、雨がザッと夕方降るとこうやって下水が詰まってしまって川になる。で、私はこれが嫌でいつもお掃除をしていてですね、タクシーの運転手に、俺お前のこと知ってるといつもあの道路掃除してただろうって言って、いつもお掃除をしている日本人ということで結構知られていると思います。それから水はやはりあの生水だと思ってこういう水を買ってました。サンミゲルは海に1時間ぐらいのところで、すごく白浜の白い砂の綺麗な海がありました。だから観光地に行くとこういう蛇を首にかけてもらえる、1ドルでこういう珍しいことをやられるはい、あと危険なところなので、なかなか一人では一番には行けないんですけど、私の同僚と一緒に行った時に、あの、まあ、写真撮りたいからちょっと離れないで行ってよって、こういう市場の本当にこうものすごい人が出る、本当に貧しい国なのかと思われるぐらい購買力のある、本当にまずこういうお姉さんが魚をね売ってたりしているところです。こうやって靴を直してくれるおじさんがいたりですね、はい、もうこんなに駆け抜けちゃったんですね気をつけよう。で、私は実際特別支援学校に体育をとかスポーツを通して子どもたちに自立と社会性を伝えるっていうことをやってきました。で、向こうは前半後半、午前の部と午後の部の完全二部制で、全部の障害の子どもさんがいらっしゃいました。で、午前中午後2時間、10時間ですね、5コマ5コマの10コマ体育を朝から晩まで教えていました。まあ一番最初にやっぱり言葉が通じないので、やはり自閉症の方の接し方とかはちょっと違うところがあるんですけど、やっぱり言葉で言うよりは実践してやってみせるっていうことを通しながら、あ、こういう接し方もあるんだなっていうことを感じてもらえたのかなと思ってます。それからやはり相談するタイミングは日本語のようにはうまくいかないので、この時という時に喋れるような準備をしておく。あとは外国でも日本でもそうですけれど、信頼関係ができないところで初めてその意見を聞くっていうのはなかなかできないと思うんですよね。ですからやはり仲間と仲良くなって、原芳子っていうのはこういう人だって分かってもらって、初めて自分のやりたいことを言ったり、質問したりっていうことをやる。で、まあ向こうは体育館も何もないところ、こんな広場で体育をやっていて、常にゴミを持っている、乾燥で埃がすごいというところで、ゴミを拾ったりですね、水を撒いたりして、まずは体育をやる場所を確保する。一生懸命これをやっていったら、まあ先生方っていうか校長先生も、やっぱり体育館が必要だろうみたいになって、まあ、私がやったからできたわけではないんですけど、今はこういう体育館もできて、雨風もしのげたところで体育やってます。で、一番びっくりしたのはですね、体育の時間に運動着を着てこないんですよね。で、って思うんですけど、例えばしつけに関するようなことは親の責任っていうふうに割り切っていて、もうスカートでも運動場で走るっていうようなことをやっていました。で、一生懸命これを活動の中に入れて、私は運動着が全員着て運動着をやるという一つの目標は達成しました。学校には陸上競技場もないんだけれども、近くにすごいサッカー場と陸上競技場のリンクするところがあって、そこを使わせてもらったりしましたね。
それからやはり重度のお子さんに、私の職場の近くにもやはり在家のシニアボランティアで作業療法士が来ていたので、彼女に来てもらってやっぱりそういうスタイルというのをお子さんたちに指導をしてもらいました。あとはこういう、これは iPhone で撮った写真をですね、見せてですね、ビデオを撮って、実はこの子右も左も呼吸するとき見るんですよ。でこれは非常にロスなので、この写真を見せてですね、片側だけにで呼吸をしなさいで見せて練習したところ、ちゃんと呼吸が右だけになった。でこういう向こうも iPhone みんな使いますし、メールとかもすごいんだけれども、こういう使い方をまあヒントを上げてきたっていうか、そんな感じです。それからどうしても愛情深い国なので、子どもの自立をそぐっていうか、着せちゃう、やっちゃうっていう、私たちもそうですけどね、時間がかかるので、子どもが自分でできることをそがないように親さんも見守って、時間を見ながらお子さんの自立を促してくださいということでお願いしたりする保護者会を始めました。じゃあここら辺はちょっと飛ばしますね。9月15日の独立記念日にはバンドを演奏をしたりします。でこれは高校生です。高校生もこういうふうにすごい、バンドを組んで更新します。それからこれは、東東部大学でコラボレーションして民族舞踊を踊ったり、それからJICA のやっぱりボランティアに来てもらって避難訓練もやってですね、やはり子どもたちのそういう安全は先生たちも守るのよみたいなことでした。でこの彼女が私の非常に、家族のように接してくれた素晴らしい会長先生なんですけれども、まあビバからあっちではビバって呼べっていうふうにお願いしてたんですけど、時間を守る、向こうは30分ぐらい遅れるのは平気です。それから運動着を着る、それからその靴の紐を結んでってくれる、パンと足を出すんじゃなくてお願いしますとかありがとうとか、そういうことを言うと、最近の水泳の指導じゃないですけど、比較的な教材を使うなんていうのを学んだよって言ってくれます。で彼女はものすごく経験がプロテスタントなんですけども、そういう意味で の使命感も強かったり、非常にこう愛情深くて、保護者からも子どもたちからも信頼されている方です。で実は昨日会ってきました。日本に今 JICA の研修生として来てるんですね、日本に。でだけど高知だったのでとにかく今日は戻ってくるということで、金曜日の夜京都に飛行機で飛びまして、昨日帰ってきました。でちょうどエルサレムにいたボランティア3人で彼女と会って、信仰を深めてきました。まあ私はあんまりエルサレム中旅行はしなかったんですけれども、彼女にその結婚式とか、あとその卒業式とかいろんなところに連れて行ってもらったり、あとサンミゲルの大きなお祭りは11月にあるんですけど、こういうお祭りに連れて行ってもらったりして、あとは彼女が経験がプロテスタントの方で、旦那さんが司教者なんですね。でこういうキャンプに医療のボランティアで国境近くにボランティアに行ったり、それからキャンプに行ってトルティーヤを作ったり作るようになりました。それから日曜礼拝とか、あと教会でやはり昭和についての講義をしたりっていうのをお手伝いしてきました。で私はやっぱりエルサレムに行って、さっき言ったようにすごく家族を大事にして、私も日本で家族大事にしてなかったわけではないんだけど、家族をもっと大事にして協力し合わないとダメだな、それから今っていうのをすごくたっぷり楽しもうよと、それから日本人ってなかなか会議とかで自分の意見言いにくいんですけども、はっきり言います。だからそういうところは見ながらなきゃなって、それから急な変更とか、例えば来客などのウェルカムで、今日は大学生が来てボランティアに来るから今日授業はないよってみんな OK みたいな、日本だともうね事前に打ち合わせがなかったり申し込みがなかったことはダメってなっちゃうんですけど、そういうのはもうウェルカムでした。逆
たことで私はやっぱり日本ってすごく安全で、安心して住める、こういうああいうものとか置いておいたらあっという間になくなります。ですからそれだけ安心してる、それから時間を守る、まあ、礼儀正しい、ただ挨拶するかどうかっていうのは分かりますよね。逆に日本の方は知らちょっと知らない人にあんまり挨拶しないかなと思いました。こういう良さを逆に見直したんですけれども、エルサレムに行ったことで私は昔はもっとなんか私の時には特別支援学校もないし特殊学級もなかったから障害のある人も一緒にいたし、近所のおじちゃんおばちゃんに悪いことは悪いって言われたっていうか、そういう意味で地域で子供を育ててたな。それからもっともっとその子供をちょっとね出かけるから預かってほしいとか家のところを見てほしいとかそういうのもあったな。そういうおじいちゃんおばあちゃんを大事にする縦のつながりとこう横のつながりっていうんですか、そういうのがもっと日本にはあったし、それがこうまだまだ向こうにはあるんですね。例えば午前中授業を終わったお子さんを連れて自分の職場に先生が連れてきちゃう。だけどそれについて誰も何も言わないんですよ。だからそれが当たり前だし、ね、なんで日本はやっぱ難しいね。だから本当に具合の悪いお子さんどこにも預けられなくて今日はお休みしますっていう先生も多いんだけれども、まあ、そういう時に連れてきていいよって、今の私が放課後等デイサービスでは言おうかなと思っているところなんですけど、先生はどうでしょう。子どもも大人もお年寄りもお互いにもっと助け合って、生きてきたなっていうのをすごく感じて、逆にまあこれはその各家族間であったり、例えばその養護学校に、専門の人がいるから、まあ、行きなさいってことではないんですけど、こう住み分けてきてしまったために目の前にその障害のある人がいない、お年寄りがいない、でそういう困った人がいないっていうことで見えなくなっちゃったっていうことがあると思うんですよね。だからまあ行ってきた結果、私はもっと障害もある人もない人も、まあ、女性も男性もバイセクシャルの人もその人の良さを生かしてたくましく、まあ、しなやかにっていうか、日本人はどうしてもその画一的なものをこう求めたがるんですけど、やっぱり多様性とか柔軟性とかそういうのをこうもっと取り入れると、もう障害のある人の良さも見えてくるし、お年寄りにやっぱり知恵を授かったりするっていうのが出てくるんじゃないかっていうことをこうちょっと提案したいなと思っているところです。私は本当にもう今度誕生日が来ると全員高齢者になるんですけども、子供たちと遊ばせてもらってることで元気をもらってるし、いろんなことをこう考えるようにいろんな課題をもらっているような気がするんですよね。自分の中のものを引き出してもらっているっていうのをすごく感じているところです。まあ、これは一緒に活動してきた子どもたちの写真を最後に出して終わりたいと思います。駆け足で申し訳ないです。ご清聴ありがとうございました。美しいと間違っていないで光栄でございますので、はい、もうそのままにしといておいてください。今日は話題にちょっとかなり緊張しておりましたけどね。で、いつも非常に大騒ぎなところで出てると思うんですけど、2つあるんですよね、緊張している理由は。1つは、その立派なステージですよね。それに緊張しておりますけど、実は与那城には親族が住んでいましてですね、その親族が来られてるんですよね。身内の前で話するのは非常にもう緊張しますね。そんなことはどうでもいいんですけど、私は障害者の方のですね、働くとか、そういうことで本にしましてですね、雑誌を出しております。2010年から出しましてですね、はい、で
創刊は2011年1月に創刊しまして、今あの25号まで、出しました。で、あの、働くテーマにやりだしたんですけども、実は私あの全くあの福祉関係の仕事もやってなくてですね、で、障害児を抱えた障害児よりもかなり手間のかかる息子だったんですけども、でも障害児も抱えてなくてですね、スタートしたんですね。ですから友達がいっぱいございましてですね、で、いろんな戸惑いとかあのが出てきまして、まずはあの私は60歳で やって編集長でスタートしたんですけども、おどおどしてるんですよね。障害者の写真、あの取材ですから障害者の方とお会いしますよね。そうしましたらおどおどしたり緊張したり、もう今以上の緊張してたんですよね。で、もともと関心もなくてスタートしたものですから、まあ、こう差別的な自分の内側が出てきたらどうしようとかですね、いろいろ不安がございまして、で、一番目は私は障害者と違うのかなと、どこが違うんやろなというのが、ものすごい違和感として出てきました。次はですね、あの障害者の仕事の意義や意味はどこにあるのか。で、3番目はあのこれ最近これ特に強く感じるんですけども、知的障害者が本当に知的障害者なのか。身体障害のある方は分かりますよね。精神の方も分かるんですけど、知的はどうかなと。いうふうにこの3つが大きく、まあ、自分の中で、膨らんできまして、それで自分なりのなんか考えがあのまとまるまでいってませんね、一応考えられてきたんで、それは今日ご報告したいと思うんですけど、私は障害者なのかというのは、ね、非常に手間のかかる説明になりますんで、今日あまり時間がないんで飛ばさせていただきます。もしか時間があれば戻ってやる話をさせていただきます。で、この辺が、はい。障害者の仕事の意味はどこにあるんやということをですけども、あの、障害者の方が働く意味というのは、今、当事者から言いましてですね、当然ながら、まあ、働くことは生きがいにつながるよ、日々の張り合いにつながるよということですよね。それから、まあ、それと同時にお金を稼ぐんで、自分らしい生き方が実現できます。方が社会から見たら労働力の確保になって、納税者になる、税金負担の軽減になるということなんですけども、まあ、働くことの張り合いになる以外はみんなお金ですよね、早い話が。お金のことなんですけども、ですから障害者の営利活動は、果たしてお金にならないか、いうことですよね。社会にとってお金の価値だけか、ということが、まあ、大きな課題になるのかなと思います。で、ことの辺でですね、いつやったかな、それ私もちょっと認知症が入ってきてるもんですから、2014年ぐらいだったかな、調査やったんですね。で、余談ですけども、障害者の人が働いて、商品を作って買っていただくということですけども、障害者福祉、いろんな調査やってるんですけども、買っていただくお客さんの調査ってなかったんですよね。これ本質的におかしいですよね。普通の商品開発して商売するときはお客さんどう考えてらっしゃるのというのでですね、
まずはお客さんの調査するんですよね。ところが見事にないんですよね。で、じゃあお客さんのことをやっぱ考えてはれへんかな。なんでこうでもらえんねんなと思ったんですけど、まあそういう嫌味は言わないんで報告しますけれども、障害者が作った商品買いたいですかと言って問いかけましたらですね、買いたい人は 13%、 商品が良ければ買いますよという人が 70%、 もう絶対買いたくないという人が 10% なんですね。でこれね、面白いことにまた余談ですけども、いじめを調査してもやっぱ同じような数字なんですよ。私は絶対いじめしませんというのはこのぐらいの数字なんです。それで、いじめしないようにしますぐらいの人が 70% で、どんなことあっても私はいじめをするよとそういう信念に富んだ人ですね。ですからね、両方何があるんですよ、信念。じゃあ言い方変えれば、世の中の流れにそのまま流れに任せないよという人ですよね。私独自の価値観を持って貫くよという人が両方にいらっしゃるということですね。で、大事なのは一興合格するのはそこではなくて、じゃあ買ってですね、いいものならどうしますかということに聞きますと、良いものなら友人にあげる人が 36%、 商品が良ければ買うという人は、これは普通当たり前なんですけど、この人もですね、良いものなら友人にあげるとおっしゃるんですね。買いたくない人も実際は知らんと買ってる人いてるんですね。実はこう数字上げてませんけど、買いたくない人も障害者施設の商品だと知らずに買って、その人が良いものなら友人にあげる人いてるんですよ。 0.7%。 面白いですよね。だからそんなに信念に富んでないんですよね、人間ってねで、一番知ってほしいのは次なんですよ。じゃあどうして友人にあげるんですかということですけども、その中の理由にですね、障害者を知ってほしかったという、それぞれ 40% 以上。結局ね、私もそうなんですけど、言葉を発行するようになりましてですね、友達に PR したんですね。お前もこうてよと。そしたらですね、その人の何人か、2人ですね、サブさんの趣旨はよくわかんないけども、僕の前で障害者の話せんとにいろいろかって言われたんですよ。で、この美味しいクッキーをあげてですね、で、あ、美味しかったよとこういうふうに友達が言ってくれたら、その時に言うんですよね。これ障害者が作ったやつだよ。だから障害者が出てないんですよね。障害者を理解しなさい。だからこの買ってくれた人はその機会をずっと待ってあるんですよね。何か障害者をうまいこと伝えられるものないかなと。そしたら、今は大変な状況が変わってきましたけども、昔はひどいクッキーが売ってましたからね、障害者の施設から。ですから、おいしい、クッキー、同じ作るのはおいしいクッキーをやってですね、それで買ってもらうだけではなくて、障害者をもっと知ってほしい。 13% の人ね、その人が 70% の人に伝えられるわけですよね。ですから、これは攻撃的行動やと思うんですね。良いものは理性だけでなく、障害者理解を広げると。そういう価値があるんですよ。ですから、まずい空気を作っている人は非常に罪深いことをしてるんですよ。と言うてですね、福祉関係者の時にこういうお話したら、後で嫌われてます。で、それでですね、じゃあ、障害者が働くことの公共事業性をお伝えしたいんですね。クッキーは公共的事業のように見えませんね。でも公益性はあります。でも、もっと公共事業としての視点があるんではないか。
で、これ実は今写真出しておりますのは、この5月に発行するやつなんですけども、若年性、認知症のと一緒に仕事している施設が7にございましてですね、そこもやはり若年性認知症にはまだ制度があまり行き届いていないということで、地域でですね、仕事くださいよと言ってたんですね。ところが、制度が行き届かない課題を持っている人にね、もう世の中腐るほどいますよね。シングルマザーもそうですし、外国籍の人もまだそうですし、難病の方は本当そうですし、いっぱいいらっしゃってる。だから困ってるよ、くださいではもらえないんですね。それで本部を変えられたんですよ。で、これは倍率ですね、4000本ほどの倍率がほとんど枯れてきて、昔は観光客も来たやつが枯れてきたんですね。そうしましたら、じゃあそれをね、元へ戻しましょうよと言って訴えかけますね。そしたらこの倍率を元に戻すのに地域のお金が集まってきました。でそれを作業をやりましたいうことなんですね。で今は4万人の、昔は4万人の観光客が訪れましたけども、徐々に倍率を元に戻すことによってですね、人が集まることをしています。でこれはどういうことかと言いましたら、こっち側から配ってる方からアプローチしてもなかなか届かないことですよね。それよりも社会が持ってる課題をですね、解決しましょうと一緒に初めて届くんですね。でもっと大きいのはここでですね、障害者と健常者というのはこう分かれてましたけども、社会的課題で初めて一つになったんですよね。だから自分なら側の方からアプローチせずにですね、社会が持っている課題を一緒に取り組みましょうと。となると障害者も健常者もなくなるんですね。一つの仲間になるわけですね。で公共的な事業になるということが非常に大事なことだということで、時間は守るんですか？あと2分、あ、ほんの急ぎますよ、全然やらん急ぎますね。障害者が働くことの公共事業性ということで、農業というのはそういうでは公益性の方向なんですね。で今のグレンゲと言いまして、非常に盛んになっています。公益性は、だいたい農家がですね、こう農家の人多いと思うんですけど、ほとんどもう産業違いますよね。70% の人が100万未満の年収なんですよね。で、後継者いないのは当たり前ですよね。こんなこと言うてすみません、無事で帰らせてくださいね。あ、で、それで自然災害パーティー活動というのをやりましてですね、障害者が自然災害に取り組むというのを2016年、2年前にスタートさせまして、で障害施設にどんどん広がりましてですね、あ、うまい。じゃあ、これ飛ばしますね。これ本当は、あ、そう、あと5分なんでて。はい。特別にいただきまして、通例出してる。これ今、2年でですね、全国で海外100カ所、障害施設が100カ所取り組んでおります。で、でもまあ次行きますね。はい。で、施設財団パーティーの広がりというのは、例えば、いろんな面白さがあるんですけど、これ3年番茶ってですね、もうこれは押されてたんですよね。そういう3年番茶もですね、障害者がやることによって復活しました。それから、林業ですね、やっぱり第一産業も行き詰まっている第一産業によって復活しました。それからこれ、非常に
神楽のあれですけど、こういう伝統産業もかなりへばってきてますよね。それこれもまた余談、それで伝統産業というのは町おこしにつながるとお金につながる中で非常に文化的なものを持ってるんですね。皆さんご承知のこの福島県の隣の、宮城県に白石というところがございますよね。あそこに和紙があって、でただ一人の人が継承してあったんですけど、その方亡くなられて、その奥さんが今、奥さんには80過ぎてると思うんですけど、その方が今白石和紙をやってらっしゃいます。ところがあの和紙はですね、関西の人間にはものすごい年齢のある和紙なんですね。と言いますのは、関西の人間が春が来たねというのはですね、東大寺のお水取りが終わったら春が来るというね。他の地域は桜ですよね。花が咲いて散ったら春になるねと。ですけども、関西は東大寺のお水取りが春なんですよ。で、あれに松明持ってかけてる人の装束ですね。あれ実は白い和紙なんですよね。もう60年ぐらい白い和紙なんですよ。で、もしかこの今おばあさんが亡くなられて和紙の継承者がいなくなったら、お店にどうするのかというのは、ね、ものすごく大きな問題ですね。ですからこれ金に変えられない文化的価値があるんですね。でそういうのを僕は昭和や施設がやってくれたらなと、これやってないですけどね、まだと願ってます。で、それから困った人は先ほど言いましたように障害者だけではない、当然ながら移植法の方とかですね、いっぱいいらっしゃる、はい、はい、次いきます。はい、で本当は人のつながりを作り直すことが非常に大事なとこなんですけども、それが一番これから社会の公益性になると思うんですけど、はい、これも、はい、それで障害者の仕事そのものをこういう公共事業と考える、でそういうふうな仕事をアプローチしてほしいというのが結論でございます。はい、で知的障害者は本当に知的障害者かというのがですね、これもちょっと飛ばして、あ、2年間ずっとですね施設に行くけどもずっと座ったままですね、何もしなかった人がいたんです。その方が2年間経っていきなりこの折り本をやりだしたんですよ。でかなり知的自閉症があって指定障害のある方ですけど、この人は2年間何も考えてなかった。はいはいはい、ということで考えてたんですよね。それ脳で考えたら違うんですよね。それはまあ、それが一号の命をですね助けたいということで仕事を休まなくなった女性がいたんですね。一号の与党虫というのがつきましてですね、でそれを大変だというのを皆ね、その取りに行ったと。そしたら皆は全てこう取ってるんですけど、彼女だけは、手袋もはめずにですね素手で取ってですね、でペットボトルにその与党虫を捨てたんですね。で、彼女の話聞いたら泣きますよ、ほんまに。本人から聞くと、その一語の命を大切にしたかったけれど、与党虫も殺したくなかった、生き物が好きやった。でここは何がすごいかというとですね、僕なんかその話聞いて感動しますよね。感動するけど、もう翌日からちゃんとお金のこと考えますよね。で、できたらお金持って世間の人に褒めてもらえないなとかね、そういうふうに言ってますよね。あ、先生と呼ばれたいな。彼女はずっと一号の命なんですよね。しかし僕らはお金豊かで、ここに自分の価値ではないと思うんですよ。社会が認めてくれる価値なんですね。大学もそうでしょ。ほとんどの人は自分が求めた価値がないでしょ。だから僕らと言って広いだけなんで、私は人の価値で生きてるんですよね。彼女は自分の価値で生きてるんです。で、これを知的障害で呼んでどうすんねんという
気がしてきまして、で知的障害者というのはですね、 IQ が70から75以下を IQ で測ったんですよ、知的障害を。そうしましたら、脳の働きは IQ だけですか、あるいは人間の知的なあれは頭だけですかと言いましたらですね、どんどん反証が出てきてるんです。例えば皮膚で考えてるんですね、皮膚で音を聞いてるんですよ。皆さん、音ありますでしょ、あれ、超音波にもありますでしょ。で、超音波は耳には聞こえないですね。でも皮膚は聞いてるんですよ、皮膚は。というふうにですね、我々は IQ で脳を決めつけたらいけないし、さらに脳の知識だけで我々の人間的知識を決めつけてはいけない。だから極めて曖昧なところでですね、我々は、定義づけてですね、でその中に押し込んでると。でこれは損じゃないですか、そんなことしたら。ということで、またでは結論、障害者とは未だその価値を十分に見出されていない人間というふうに歴史直したのであるということで、これは実はパクリでございましてですね、正直言いますと雑学の定義なんですよね。あ、雑学、ごめんなさい、雑草の定義なんですね。雑草はアメリカの雑草学会の定義はですね、世の中の邪魔になる、そういう植物の総称、邪魔になる、障害になるというのが雑草という定義なんですけども、このエマーソンさんはですね、雑草の定義で新しい定義をされて、だから障害者と書いてあるとこう雑草と書いていただいたら元の話になります。で、最後にですね、障害者の仕事の公共性を、の証し。で、今社会が行き詰まった人も、農業もそうでしょ。今の社会が行き詰まってるんですね。伝統工芸の世界もそうですよね。金だけではなかなか維持できない。社会で行き詰まった施設や事業を改善したり、継続発展できる。そういう公共事業性があります。それから障害者の生き方、働き方を知ることを理解することは生きるための大切な価値観を気づかせてくれる。先ほどのイチゴの話ですよね。それから我々地球のことも生物のこともまだ何も実は分かっていない。地球上で一番あれがの種類が多いんですけどほとんど分かってないですね。多いというのに何でか言いましたね、熱帯のところにいてるんですよね。ですから病名はつきますけど、病気になる原因もまだ分かってませんよね。で、実は何も分かってないんですよ。何も分かっていないから、一応の目安としての定義はいいけども、それはあまりにも社会が絶対視しすぎてるんではないか。それを考え直さんと損します。で、私は知的障害者のですね、コミュニケーションについてどうなっているのかというのは、これから勉強していきたいなと思っております。終わりました。ありがとうございました。